私がどこにいるかわかるかな。今日もあずちのミュージックズー始まるよ。あずちのミュージックズー。改めましておはようございます。おざちこと小沢ちひろです。9月に入りましたけど、皆さん元気にしてましたか？この番組は鳴山動物園とおざちがタッグを組んでお届けする動物と音楽をテーマにした番組です。からね、いろんな学びや癒しを届けていきたいと思います。で、今日のミッションも、そう、前回が悲しい結果で終わってしまったんだけども、そうなのよ、このスマートフォンにある動物の鳴き声を録音することです。そして録音した鳴き声は来週マシーンに入れてね、音楽で遊んでいくよ。さあ、今日は絶対にもう成功するよ。それでは行ってみたいと思います。ミュージックズー。さあ、私は今回モンキーハウスの前にやってきました。ということで、まずは今日もこの方にお助けいただこうと思います。丸山動物園里吉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も天気が良くて、はい、気持ちいいですね。そうですね、もうちょっと曇ってもいいかなと思います、ね。確かにモンキーハウスの目の前に来てるんですけど、はい、いろいろいます。いろいろいますよね、はい。でその中でも今日の、はい、ミッションは、はい、こちらのダイアナモンキーです。ダイアナモンキー、私こうやってまじまじと見るの初めてかもしれないです、はい。かわいい、すごい小顔ですね。そうですね、うん。ダイアナモンキーはそもそも、はい、どんなところに住んでる動物なんですか？はい、ダイアナモンキーは、西アフリカのシオラレオネですとか、うん、リベリアなどの、熱帯雨林の、中に住んでいます。で、その熱帯雨林の中でも、だいたい樹高15メートルから20メートルぐらいの木の一番てっぺんの樹冠と呼ばれるところに、生息している動物で、木の葉ですとか、うん、木の実や、昆虫などを食べて生活しています。マジか、そんな高いところにいてさ、はい、生活ってどんな感じなんですかね。ちょっと僕も生活したことないので分かんないですけど森林の中にいるよりはやっぱり風通しがあるのかなと思います。でもこのダイアナモンキーってこうネーミングがね、またかっこいいというか、そうですね、はい、ね、これはどっから来てるんだろう。はい、これはですね、ローマ神話の月の女神のダイアナから撮ったもので、ご覧いただくと分かるかと思うんですが、あの顔全体ですね、黒い毛で覆われているんですが、うん、額のところだけ白い毛になっているんですね。これが三日月の形に似ているのでダイアナモンキーというふうに呼ばれています。本当だね、見て、見えるかな、見えます、ここにね、こうやってね、ありますよね。見えるかな、セーラームーンみたい。セーラームーンもここにこういうね、あるんですよ。セーラームーンじゃん、ダイアナモンキー。あら、こっちに来てくれた。で、またなんかこのダイアナモンキーは丸山動物園にとってすごい特別だって聞いたんですけど。そうですね、動物園の中では、繁殖賞という賞がありまして、うん、国内の動物園水族館の中で初めてその動物の繁殖に成功した動物園がもらえる賞があるんです、はい。で、丸山動物園開園してから初めて繁殖賞を取った動物がこのダイアナモンキーですね。そうなんだ、
命を紡いでいくっていうね、もう本当に大変な。そうですね。ですので、やっぱり丸山動物園の歴史の中ではとても特別な動物になりますね。うん、そっか。こうやってダイアナモンキーは、まあ、丸山動物園では、そしてまあ仲間たちで仲良く暮らしている感じなんですね。はい、そうですね。野生では1匹のオスに、複数のメスが、一緒になって群れを作っています。ただですね、ダイアナモンキーの群れ、別の群れとは、喧嘩になってしまって一緒にいることができないんですね。じゃあチームがあるってこと？そうですね、まあ、それぞれの、群れと群れごとにテリトリーがあるっていうことになります。そうなんだ。ただそのダイアナモンキーですね、実はそのダイアナモンキーとは一緒にいないんですが、他の種類の猿とは、一緒に群れを作ることがあって、これを混群というふうに呼びます。ダイアナモンキーは15メートルから20メートルもある木の一番上に、他の猿の群れは真ん中や下の方に暮らしていて、それぞれが外敵を見つけやすいように暮らしているんだって。また他の種類の群れと暮らすことで餌の取り合いにもならないんだって。工夫してるよね。で、ですよ、はい、アトエさん、はい、この間、クラッタリング取れなかったんです、私、はい、自分のクラッタリングを泣く泣くお取り寄せました、はいはい、残念です、はい、で今日こそはね、絶対鳴き声を収録したいんだけど、ダイアナモンキーはどんな時に鳴くんですか？そうですね、ダイアナモンキーですが、うん、天敵が近くにいる時にこう警戒のために鳴いたりですとか、仲間同士でですね、お互いの存在を確認したりする時に、鳴き声を上げます。でその目的によって違う鳴き声を使い分けるというふうにも言われています。うん、まだミッションスタートしてない。泣いちゃった。もしかすると裏で掃除をしているので、それに威嚇してるかもしれないです、ね、なるほど。じゃあちょっとここからミッションに挑戦したいと思います。ミュージック2。それではミッションスタート。あっとさあ、ダイアナモンキーどこから来るのかな。来るよ。見えた見えた。あ、かわいい。かわいい。あ、すごい勢い。白い線が綺麗。待って、でも気づいた。可愛さにすごくねえ圧倒されてたけど、泣く様子ないよね。やばいよこれは。だってさ、前回さ、しばし校でさ、ミッションクリアできなかったから、今回こそは、あ、なんか可愛い、可愛いばっか。今日こそはさ、今日こそはだよ。ちょっと待ってよ。でも食事タイムだからね。まだこれからだ。これから。長い、毛並みも綺麗。おいしい？目があった気がするけど。取れたよ。
声だった。え、これクリア？クリア？クリアした？やった。嬉しい。嬉しい。嬉しい。おめでとうございます。あ、そうだよね。これさ、取れてるかどうか確認できて初めてクリアだからね。みんなでライブウィズラブ愛と勢いで音遊びしていきたいと思います。また来週。みんなおざちのミュージックズー。